橋社長の経営者が集い熱く語るラジオ。この番組は他社貢献をモットーに地元大分に貢献、和光組の提供でお送りします。和光組は他社貢献がモットーです。和光組は他社貢献がモットーです。皆さんおはようございます。和光組社長高橋隆弘、38歳の大型、今年の健康診断でようやくメタボから脱却しまして体重が64キロになりました。そんな中年です。おめでとうございます。ありがとうございます。スレンダーになりましたよね、はい、下村さん体重は私ですか、はい、P です。あ、はい、アシスタントの下村佳穂です。はい、この番組では我々和光組高橋と下村佳穂さんの交友関係から経営に関わる立場の皆様をお招きし、経営理念や稼ぎ方を熱く語っていただく番組です。他社貢献が理念の和光組は解体工事や足場工事の見積もりは完全に無料。ご連絡お待ちしております。はい、では本日のゲストのご紹介です。テレビリポーター姫野智美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました、姫野智美さん。プロのボイスですね。そうですよ、プロがやってきました。では改めて自己紹介お願いします。大分県でテレビリポーターをさせていただいております姫野智美です。よろしくお願いします。お願いします。いや、もうテレビリポーターといったら姫智美さんですから。いや違うでしょ。そうですよ、川滑りもしますから。もう今これだけたくさんのリポーターさんがいる中で、私が来てよかったのかしらと思って待ってましたよね。待ってた、すっごい社長目が泳いでますけど。いやいやいや、もういつものことでございます。私のこと知らないですよね。いや調べましたよ、今回の件で。今回の件でぶっちゃけると。調べたんだ。知らないか、ね、調べたんだ。めちゃくちゃ調べました。正直ですね。同級生ですもんね。そうなんですよ、毎年で。びっくり、共通点いっぱいあるんですよ。そうですよね、そう言われてたんですよ。まあでも改めて普段どういった活動をしてるか聞きたいですよね。あ、聞きたいですね。普段ですか。はい、普段は主婦してます。おそっちの方を言うんですね。いやいやいや、まあ、ずっとですね、テレビのリポーター、そしてイベントの司会、あと CM のナレーションもさせていただいております。幅広いんですよ、本当に。何でも嫌です、私。でもやっぱそういった方がね、いろいろこう、なんていうんですか、幅広く活動できますよね。確かに。そうですか。そうですよ。え、かほちゃんから見て私どんな感じですか。え、どんな感じ。でもやっぱりこう、私天然って言われるんですけど、天然の道を作ってくださった方かなって思ってます。やめて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 。今の人そういうの知らないから。昔の私を知らないから。ちょっとイメージが壊れちゃう。時代は変わっていくものです。いいですね、変化していきましょう。はい、で高橋さん、気になることがあるんですよね。なんですよ、何でしょうか。あのテレビリポーターって、はい、どうやったらなれるんですか。あ、なりたいんですか。なりたいですね。そうでしょ、なれるかも、これだけ喋りがうまかったら。そうですか、でも適当ですけど、やっぱりダメですよね。適当もほどほどに必要ですけどね。でもどうやったらなれるんですか。まあ、今いろんなパターンがあると思うんですけど、私の場合は、テレビ大分の番組リポーターの採用試験に、まあ、合格しまして、そこからリポーター人生がスタートしましたね。オーディションみたいな。そうですね。そうなんですか。カメラテストがあったり。そういうことか。急に原稿渡されて読んでくださいみたいな。落ちますね、自分は。いや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 。じゃあ、 卵焼きの食レポの、ね、はい、試験とかもあったりするんですよ。やってみた。卵焼きの食レポあったんですよ。卵焼きか。そういったのをクリアできれば、もう最終とかにはいける可能性が。そう、合格かは分からないけど。そうですね。チャレンジしてみたい。まあ、いろいろ、ね、あるんですけども。リポーターになりたかったんですね。いや、そう、まあ、冗談です。冗談かい。ごめんなさい。その
と流してよかったですね、よかったです。で他にも聞きたいんですよね。あるんですよ、こうリポーターとかの仕事やってて、はい、最高に楽しい瞬間っていうのはどういった時なんでしょうか。あ、最高に楽しい瞬間、はい、はい、あら意外に結構私緊張するタイプで、そうなんですか。そうなんですよ、もう仕事始めて18年ぐらいになりますけど、緊張あります？緊張すごい毎回マックスなんですよ。毎回マックス。でもそれを含めて、含めて仕事をしている間はずっと楽しいです。うわ、一番幸せや。幸せですよ。イベントの時とかもですけど、やっぱり姫友さん、はい、こうお客さんと手を振ったりとか話したりとかよくされるんですよ。脱線するっていうそれぐらいこう協調性があるというか、こう輪を作るのがうまいなっていうふうに思います。ファンは嬉しいですね。そうなんですよ、まあ、でもね、その大分でメディア活動も、まあ、活動もねたくさんされてますけども、新しい動きもありますよね。そうなんですよ、ですね、今年ですね、私初めて、新しいことにチャレンジ。どういったことしました？大分のママ集まれというオンラインコミュニティがあるんですけれども、それの運営メンバーとして今お手伝いさせていただいております。具体的にどういった活動なんですか？これはですね、はい、私が立ち上げたわけではなくって、うんうん、大分県で子育てをしている本村あさみさんっていう方が立ち上げたんですけども、お会いしたことありますよね、はい、立ち上げたんですけど、うん、まあ、去年のコロナをきっかけにオンラインコミュニティを立ち上げたんですよね、うんうん、で今までママたちって幼稚園の、そのママ友だったりだとか小学校とかいろんなところのコミュニティで情報を収集をしてたんですけど、コロナの影響でそういう出会いが全くなくなってしまったんですよね。なので何か知りたいとか、他の人ってどんな風に子育てしてるんだろうって悩んだ時に聞ける人がいなくなっちゃったんですよね。そこでオンラインなら密にもならないですし、はい、支え合えるっていうコミュニティなんですよ。そこでこちらのお手伝いを。素晴らしいですね、応援したい、ねえ、まあ、その大分のママたちの毎日がもっと楽しく、もっと豊かになるための活動をオンラインで行っているんですけども、はい、具体的にはどんな内容なんですか？サークル活動をしていまして、うん、いろんなサークルがあるんですよ、うん、紹介させていただいてもいいですか？もちろんです。乳幼児ママサークル、小学生ママサークル、思春期ママサークル、多胎児ママサークル、双子ちゃん三つ子ちゃんですね、多胎児ママサークル、あと子育て卒業ママサークル、私たちの先輩方ということなんですけれども、あと連れ子がいる再婚家庭のことをステップファミリーって言うんですけど、そのステップファミリーママサークルっていうのもあります。あと県外ママサークル、英語好きママサークル、おすすめ情報サークル、こんな感じでありますね。はい、まあ、でもそれぐらい明確に分けてもらえてると入りやすいですよね。そうなんですよ。で漠然とした感じで子育てママサークルではなくて、こうピンポイントで今こう小さい子育ててるとか、さっき言ったステップファミリーママ向けっていうのはなかなかないんですよ。やっぱり再婚家庭ならではの悩みっていうのもあるので、そういったところをこのコミュニティでみんな悩みを打ち明けて、いろいろ情報し合って出し合って共有しています。なるほど、まあ、でも人と会えなくなって、まあ、その自分の気持ちとかもねこもってしまいがちですけど、こういう風にあると、まあ、その場所に入って自分の悩みも分かるし、あとこう相手のアドバイスとかも聞けるからいいですよね。そうなんですよ、もう参加してくださってる方からは、うん、今知りたい情報、リアルな声を聞ける。なかなかこれって育児書にも、はい、ネットにも載ってないんですよ。特に大分県の情報って確かにないんですよ。なるほど。それを一人が誰か投げかけたら、みんながバーッと返してくれるので、いいですね。仲間がこういるような気持ちもなれますよね、はい、オンライン上で。そうなんですよ、一人じゃないということを分かりますよね。姫友さんセミナーを行ってましたよね。セミナー、はい、うん、講師
そうそう、一応ですね、そのサークルには一人リーダーさんを立てていて、でこのサークルっていうのが、3、4ヶ月に1回ズームを使ってちょっと顔を見合わせながらお話をするんですけど、そのリーダーさんがうまくこう話を回しやすいように一応私が講師となって先日お話しさせていただきましたけれどもね、なんかこう学びの場でもあるかなって思ったんですけど、お茶会とかも、ああそうそう、それがZoom の、お茶会で 3、4ヶ月に1回なんですけど、あとはサークルごとに LINE のオープンチャットがありまして、そこは好きな時に自由に情報交換ができるようになっているので、もう離乳食今の時期どんなのがいいですかねって、もうどんな時間でもいいのでポンって投げかける。わかります、わかります、私もわかります。離乳食作った経験があるから。あります、あります。あ、そうなんですね。結構こうどうしたらいいんだろうって言って自分の奥さん聞けない状況の時とか、はいはい、やっぱこうわからんじゃないですか、うんうん、パパバージョンも作った方がいいんじゃないですかちなみに男性も入れるんですか。一応ママだけ。そうなんですよ、ママだけなんですけど。あ、でも今社長意外と、うん、自分はもうバンバン協力します。お、はあ、子育て。じゃあ男性バージョンで先陣切っていただいて。何、私がですかこの私がそこも、ね、まとめ役で。よし、そうですね、大丈夫ですかね。でも、これ参加するの無料なんですよね。お茶会もサークルに参加するのも。なのでぜひ気軽に参加していただきたいと思います。ちなみにどうやって参加できるんですか。ホームページをご覧いただければ簡単に参加できるようになってますし、インスタもあるのでぜひチェックしてもらいたいと思います、はい、では最後にリスナーの方にメッセージお願いします。はい、まあ、しゃべり手として仕事をさせていただいてますけれども、ママ友たちも応援してくれているので、おいての皆さんにいろんな情報をお届けできたらなと思っていますし、これから、子育て頑張っているママに寄り添った活動を頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。エンディングの時間です。和光組高橋社長の経営者が集い熱く語るラジオ、ゆめともさんいかがでしたか。楽しかったです。よかった。そしてリスナーの皆さん、下村かほちゃんをよろしくお願いします。優しい、ありがとうございますさあ、それでは来週のゲストのご紹介です。はい、大分市田尻地区で不動産や造園業をやってらっしゃる、株式会社ナイ企画代表取締役阿南智之さんです。次回もどうかお聞きください。あと9月26日日曜日の13時に開演、いちこグランシアターにて中村文明さん講演会があります。特別講演では清松総合鉄工の清松社長や美人書道パフォーマンスで有名な三重の文雄さんも出ますので、チェックお願いします。さあ、ここまでのお相手は姫野さんにすがって何かに出演したいと思っている和光組社長高橋と下村佳穂でお送りしました。それでは今日も最後まで聞いてくれた皆さん大好きです。来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。この番組は他社貢献をモットーに地元大分に貢献、和光組の提供でお送りしました。